はい、っていうのでね、今回はコアクロの話で、青春についてっていうところから始まっていきますね。もう戦後の話になるんですって。で、この戦後、戦争期に10代だった人々は失われた青春世代と呼ばれたと。まあ、青春っていうか、まあ、なんだ、その若くて学生さんで、ね、いろいろ、まあ、若々しくてね、いろいろこう楽しいこともいっぱいあったでしょうよ。もちろん、まあ20代以降も楽しいことってのはいろいろあるんだけども、10代ならではのさ、まあ、なんだ、学びながら、空いた時間に学生仲間で遊ぶみたいな、そういったことがしたかったのに、ちょっと戦争があってできなかった。青春が失われてしまった世代と呼ばれていたと。いうので、まあ、なかなかこう、残念だったねとか、まあそういうこと言われてると。まあ、コロナとかもそうですよね。コロナウイルス流行ってますけど、その時代に10代だった人っていうのは、まあ、青春がある意味失われてるわけですよね。修学旅行はもう行くはずだったとかね。まあ、学校に入って、そこで友達といっぱい遊んだりね、できたはずなのに、それができなかった。失われちゃったね、青春が、言われそうだ。だけどね、失われた青春世代なんて言うけど、失われたのは彼らじゃなくて、彼らだけじゃなくて、全ての世代なんですよ。あれは、ちっちゃい子供もそうだし、おじいさんもそうだし、お兄さん、お姉さんもそうだし、おじさん、おばさんもね、そうなんですよ。戦時中は、自分、その世代の人たちが、やりたかったこと、遊びたかったこと、楽しみたかったこと、失われてます。コロナもそうです。ね、20代の人は20代の人なりに、いろいろ、お仕事の研修とかで学びたかったことが学べなかったりするし、ね、おじさん、おばさん世代だって、自分のお子さんとかとね、あと自分の趣味とかに打ち込んだりすることができなかった。旅行にも行けなかったかもしれない。みんなね、何かしら失われていたんですよ。まるで青春世代だけ何かが失われていたわけではないわけですよ。なんならね、なんならさ、若い世代の方がまだ取り戻せるわけですよ。お年寄りになってしまったら、取り戻そうとしても、もう寿命が来ちゃうかもしれないじゃないですか。若い世代だったら、あ、まだあと何十年も生きれるから、取り返そうぜってできるわけですよ。そんなにね、失われてね、悲しむ話じゃないんですよ。じゃあ、なんで若い世代が失われたって悲しむ、取り上げるのかっていうと、これは当時は、そう書くと見出しの見栄えがいいんですよ。だからね、失われた老人の世代って言われてもさ、あ、そうって感じじゃないですか。まあ、若い頃に、まあ、やってればよかったんじゃねえのみたいなことかさ、あんま興味ないねっていうのもあるし、本はね、読者層、若者はね、その頃本をいっぱい読んでたからなんですって。だから、失われた青春世代っていうのを若者向けに書くと、若者が、わ、俺たちのことじゃんっつって読んでたと。だから、こういうふうに失われた青春世代って読んでた、やってたんだよと。まあ、だから逆に言うと、今はどうなんでしょうね。お年寄りが多いから、まあ、テレビとかでさ、お年寄りは大変だよね、みたいなことをすると、人気が出るから、そういった見出しを書いてるかもしれないですよね。まあ、っていう感じで。まあ、この話に関しては、まあ、10代がひっつくから、そういった見出しを書いていたと。だから、言い換え方を変えれば、10代は騙そうとしてるだけなんですよね。大人は信じられないとかさ。まあ、こういうのも子供、あ、子供じゃねえ。10代が好きそうじゃないですか。そういう言葉を使っていただけなんだよと。だいたい大人は信じられないとかさ、なんか言ってるけどさ、じゃあ対案あんのってさ、別にねえじゃん。失われた青春世代って言うけど、じゃあ取り戻す方法あんのって言ったらねえじゃん。っていう話ですね。もっと、それにもっと考えてみたら、青春って言葉自体何さって話なんですよ。ね、青春ってまあ、人々によってあるかもしれないですよ。何かこう、まあ、そうだな、学生さんが多い世代だからさ、それなりのこう遊び方があるわけですよね。まあ、勉強したりしながら、まあ、いろいろ旅行行ったりとかね。で、なんかこう、イメージありますよね。なんかあんじゃん。なんかこう、明るく楽しく的なさ。でもまあ、高校の学校祭とかさ、修学旅行とかさ、ああいう感じなのかな、部活とかさ。でもあれって誰かを作り出した理想じゃね。よくなんか漫画とかドラマに出てくるなんかこう学生の生活っていうのはさ、まあなくはないよ。断片的にあるけどさ、あれをさ、100%実現している学生なんていうのは全体の何パーセントなんでしょうね。まあ理想みたいなもんなんですよ。それをね、無理やり追っかけてるとね、その後にやつれたりすることもありますよと。なんかね、いっぱい遊んでたような若者がね、結婚した瞬間に急に老け込んだりするってこともなんかあるんです。まあ、なんか理想なんじゃねえのと。
大体ね、なんか若者は純粋だとか大人は汚れてるって言い方をするけどさ、この図式やって当てはまんのって言ったら別にそうでもないんじゃないのって。若者だってさ、それは汚い言葉を使うこともあるしさ、大人だって大人なりにさ、いろんな経験を積んだからこそ何かこう一つ純粋なものを持ってたりするかもしんねえじゃん。あ、まあなんかこう若者に理想的な表現したってさっていうところは一つありますよね。さて、じゃあこのテキストでよ、じゃあ青春って何なのっていうと、人を信頼する力じゃないの。年を取った人ほど、まあ、騙されることもあったり、いろんな人に出会ったりして、不信感っていうのを持ったりしてしまうもんですよと。純粋に人を信じることができるのが、まあ、青春なんじゃないのと。で、でもさ、若い人だってさ、信じられないもんってあるもんですよ。そうかと。あ、じゃあそんな物事を信じられない自分はもう青春なんてものはないのか。そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない。どうしても疑わしいものってのはあるから、それは若者の手に負えるもんじゃありませんと。うん、そういうのはね、あの、大人の人たちが対処するような物事ですから、捨ててしまってくださいということですね。そうなんだ。信じることなんだ。僕たちはじゃない、若い人は何をすればいいのかなって言うとさ、まあ、青春とかそんなさ、なんか人が作った理想の、なんかよくわからない理想にとらわれないでさ、自分のやりたいこととか自分の生活ってものに熱中するのが一番じゃんっていうのが答えみたいになってますね。まあそうですよね。あの、人が言ったさ、こう青春っていうのはこう、なんだろうね、まあ恋愛をめっちゃしましょうとかさ、そういうのが一つあるわけですけども、そればっかやってもしょうがないですよね。まあやりたいならやればいいんだけど。そういう理想があるから、それに近づこうとするんじゃなくて、自分のやりたいことをやった結果、こうなりました。ロボットを作る趣味を一生懸命やってますとか、いや、サッカーが大好きでとかさ、そういうものに熱中していくことが、まあ、振り返ってみて、うん、あの世代の頃、ね、一生懸命やって、それが今の自分に結びついてるよね。よかったって思えたらさ、それが一番ですよね。みんなのなんか周りのさ、メディアとかのさ、理想に流されてやってしまったらさ、あ、確かに楽しかったことは楽しかったけども、自分のやりたいことってできなかったよね。ちょっと残念って思っちゃうかもしれないですからね。やっぱやりたいことに熱中するのが一番じゃねえのっていうのはありますよね。これはまあ若い人に限らないですけどね。大事ですよね。っていう話です。今日ここまでですね。